はい、はい、株式会社航空勤務の川越和馬と申します。憂いというタイトルです。まあなんかこう自分の信念と か, なんか自分の胆力をすごい試されている時期だなというふうに思っていて、で、まあ、まさに今いろんな希望の光が見えたり消えたりっていう、まあ、その儚さと、あとはその自分のぶれない道というものを表現したつもりです。まあ、真ん中の線はやっぱり自分なりのこの忍耐とかその我慢強さとかで、その中にしっかり信念を持って未来に進んでいくっていう、まあ、あくまで未来に向けた道というものを表現していて、でこの黄色の線はなんか関係あるんだかないんだか分かんないような、まあ、そんな希望の光をがたくさん見えたり、まあ、そこから消えていったりっていう、まあ、日々の時間の流れの中でこう見える希望の光ですかね。そうですね、なんか普段ものすごく具体的なこととか、なんかいわゆるロジカルな頭の使い方をしてるなというふうに思った中で、どちらかというと、まあ、絵とかアートはアナロジーというかすごく抽象的な思考に戻してくれるような感覚があって、とても楽しかったなと